はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍している方、もしくは活躍してきた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、国際協力の中でも、世界中で学生時代の時にインターンされていて、今アフリカンツリーをされている柳田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども自己紹介いただいてよろしいですか。はい、アフリカンツリーの代表を務めています柳田と申します。私は学生時代にタンザニア、カンボジア、ベトナム、ウガンダでインターンをしていて、卒業後ケニア農村部でモリンガという植物を使った商品開発をしています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速なんですけど、そもそも国際協力とか海外に興味を持ったきっかけっていうところを聞きたいんですけど、何かきっかけあったんですか。海外に興味を持ったきっかけがかなり前なんですけど、小学2年生ぐらいの時で。あ、そうなんですね。もともと家族のお楽しみ企画みたいな形で、1年に1回ほど海外旅行に行くみたいな、はい、すごいところがあって、でそれが主に東南アジア、はい、で小学2年生の時にインドネシアのバリ島にいたんですけど、そこで物乞いの子どもたちを初めて見て、自分と同じぐらいの年の子どもたちが働いているみたいなところにすごく衝撃を受けたっていうところがあって、それ以来途上国で遊びに行っているっていう認識だったのが、そういう裏の部分があるんだっていうところに関心を持つようになったっていうのがあります。そうなんですね。まあ確かに同じ学年の人が片や遊びに来てるのに、そうですね、片や、まあ、働いているっていう状況、この格差は何っていうのを思ったってことですね。そうですね。そうなんだ。じゃあその時にそういう経験を経て、大学とか高校の選択もそっちに引っ張られていったんですか。すごく引っ張られたというほどではないんですけれど、やっぱり海外に関わりたいとか海外で働きたいって思いがあったので、はい、その選択ができるような大学を選びはしていて、なるほど、っていうところで帰国子女が多い大学みたいなところとか、はい、海外に行ける可能性が多いようなところっていうのを選んでました。ちなみに大学はどこ行かれたんですか。慶応義塾大学の SFC、ね、あ、そうなんですね、はい、SFCに借りたんですね。実際 SFC に入るじゃないですか、はい、とはいえ小学生の時から貧困って言ったらあれですけど、はい、そこの格差みたいなのは感じたわけですよね、はい、大学に入ってからそういう国際協力に似たものとか海外に親和性があるサークルとかに入られたんですか。アイセックっていう、あ、アイセックなんですね。そうですね、海外インターンをやっているようなサークルに最初大学1年生の時に入っていて、最初に関わったのがミャンマーのロヒンギャ難民に関するインターンのプロジェクトみたいなところに関わっていました。そうなんですね。そっからずっと4年間いらっしゃって。全然です。え、まさかの1年多分いたかな。あ、そうなんだ。え、その時にその在籍期間で何されてらっしゃったんですか。主にグループで進めるプロジェクトだったので、まあ、そういったところで新しくインターンを現地で日本人のインターンを受け入れてもらうための設計みたいなところをみんなで話し合っていて、はいはいはい、実際にそれがグループ内で実現はできなかったんですけど、それを作ってみようみたいなところをやって。なるほど。じゃあそこに在籍している方イコール学生の人たちですよね、はい、学生の人たち同士でグルーピングして自分で事業を作るって言ったら大きいですけど、まあ、そういったことをやるみたいな感じをしてたってことですか。そうですね、イメージとしては本当にそんな感じでした。ちなみにそれは日本の学生のインターン先を海外で作るっていうアプローチをしてたってことなんですか。そうですね、基本的にはそういった形で、例えばその日本の学生に面接をして、はい、何人かの学生の中からそのインターン先に適した方を選んだりとか、送り先との連絡とかも取っていって、はい、まあ、送り先と日本の学生側っていうのをどちらも整えていくみたいなところ。なるほど、そういうことですね、はい、インターン先を海外になる。そうですね、基本的に海外ですね。すごいですね。実際どうでした、やってみて。大変でした。正直ちょっとギャップがあって、楽しいサークル生活を思い描いて入ってしまっていたので、なるほどね、なんかどっちかっていうと仕事だなっていうところがあったので、モチベーション高いんだな、じゃあみんなは。そうですね、皆さんモチベーション高くて、土日とかに大学に行って名刺の受け渡し研修があったりとかしていて、もうなんかあれみたいな、ちょっと思ってたのと周りの他のサークル入ったこと違うぞ話が。いや、まあ確かにね、片やね普通になんかスポーツめっちゃ遊んでんのに、片や名刺の受け渡ししてるそのギャップがあったんだ。そうですね。なるほど。そこの1年目終わります。そこからはなんか海外とか行かれたりもしたんですか。そこで、まあ、アイセクで自分はあまりうまくできなかったなとか、何も残せていないなっていうところのモヤモヤ感はすごくあって、大学1年生の終わりぐらいに自分の大学生活ってこれで大丈夫なのかなってモヤモヤしたところが出てきて、はいはい、海外インターンに挑戦したいみたいな、なるほどね、気持ちがちょっと出てきて、いろいろ探している中でベトナムの2週間の短期の海外研修に大学1年生の終わりに
参加しました。あ、早い。それはどっかを経由して参加者ってことなんですか？基本的にウェブサイトで探して応募しました。え、それは海外インターンみたいなので調べたら出てくるものってことですか？そうですね、今も出てくると思います。え、それは企業さんに直接柳田さんがアプローチするわけではなくて、間にどっかエージェントが入ってるっていうようなイメージなんですか？これはなんかビジネスプログラムみたいな形なので。あ、そんなん。お金を払って参加する。あ、そういうこと。はい、あ、そういうことなんですね。へえ、そういうことをやってる団体はあるんですね。そうですね、うん、インターンをするためにいろんなのがあるよ、つなげるよ、だからそれに応募しねみたいなスタンスなんですね。そこの会社がもうビジネス研修として用意をしていて、でそこの会社ベトナム法人がいくつか店舗を持っていて、そこでそういうこと、ね、あの学生が割り振られてインターンをするみたいな。あ、いいですね。なんか有効活用してるわそうですよね。あ、そうなんや。一連の流れができて、なるほどなるほど。実際そこで何のビジネス研修ができるんですか？8つほどベトナムに店舗があったんですけど、うんうんうん、私が配属されたのがベトナム人向けの日本語学校で、そこで4つぐらいグループに分かれて、例えばプロモーションチームとかセールスチームだったかな、うん、とか、まあ、インテリアのチームみたいなところに分かれていて、はい、インテリア、そんなの。え、実際どうでした？ベトナムでプロモーションとかセールスとかどこの部署に配属されたんですか？私はプロモーションで。なるほど。プロモーションって言ってるのは日本語学校っていうのを、はい、そうですね、どうやって広めていくか、ベトナムでどうやって広めていくかみたいなところで、本当にできたばかりの日本語学校で、多分行った時期にできて半年ぐらいだったので、もともと全く認知をしていただいていないところだったので、うんうんうん、看板を立てに行こうっていうところとかをやったりとか。なるほど。実際どうでした？やってみて。実際に自分があまりにもできないことができたかというか何に一番できなかったですか？それは営業してそれで制約までつながんないっていうところに一番自分ができてないと思ったのか、それとも別のところで思ったのかっていうと、どっちなんですか？両方ともあって、うんうん、まあ、私たちがやっていたのは日本語学校に入っていただくために、まずそこの日本語学校に興味を持ってもらう日本のイベントを開こうっていうのを日本で企画をしていて、はいはい、でそのお客さんを集めるために、先ほどお話しした飛び込み営業みたいな形で一軒一軒お店に飛び込んでいく形のをしていたんですけど、来るよって言っても全く来ていただけないっていうのは。あ、そういうことですね。なるほど。じゃあそれでもくじけちゃったわけですね。まあ、くじけたというか、う、ね、情けなかったですね。そうなんですね。でそれでインターン終わって帰ってくるじゃないですか、はい、帰ってきた後なんか変化ありました？正直不完全燃焼というか、モヤモヤした気持ちの方が強くて、はい、まあでも2週間だからね結構周りでやりきったとか、うん、すごく自分は変われた、成長したって思っている学生の同じグループの方も多かった中で、はい、自分はなんか何も変わってない気がするみたいなところとかがすごくモヤモヤしていて、うんうん、逆にじゃあもっと自分が成長するためには何なんだろうっていうのを思うようになって、うん、はい、やっぱり日本国内でインターンを探すようにとか。あ、そういうことなんですね。え、ちなみに今だから言えると思うんですけど、研修に行った方って柳田さんだけではないですよね、はい、他の方もいらっしゃると思うんですけど、あの時やっぱすごかったな、あの人みたいな人っていました？バックパッカー気質な人とかが、はいはいはい、どっちかというとロジカルに動くっていうより感情で動くタイプの方なんですけど、何を考えてその行動したのかがあんまりわからないんですよ、はいはいはい、ふらっと行ってきて、はい、結構重要な情報を取ってきて、はい、さらっと帰ってきて、はい、こうだったよみたいな言って、それめちゃめちゃ大切じゃんみたいなインサイトをちゃんと取ってこれるみたいな、はいはいはい、人とかは、私はこの行動力がないなみたいなところとかでその当時悔しいって思いになったんですか？悔しいって思いました。そうだよな、分かる分かるあ、そうなんだ。でも自分にとってはじゃあいい経験だったんですね。そうですね、なんか悔しいって思いをすごく持ってたのは、これから頑張りたいって言ったところですごくモチベーションになりました。なるほど。え、じゃあ次は海外のインターンっていうよりは日本のインターンを選んだんですか？そうですね、日本のインターンでウェブ広告のインターンと同時にこのベトナムのインターンの、まあ、日本側の営業で入ってます。なるほどね。日本側の営業って何するんですか？もう本当に逆の立場で、大学生をその海外ビジネスプログラムに参加していただけるかっていうところで営業をかけてます。なるほど。じゃあ柳田さんがされていた研修により多くの人が参加できるような営業をしてたってことなんですね。そうですね。なるほどなるほど、わかりました。ありがとうございます。じゃあちょっとこの動画ではここまでなんですけれども、次の動画ではまだまだいろんなところに行かれてると思うんで、そこの続きの話をいただこうかなと思います。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。